さんまだホープタウン？さっきシカゴの街を出たばかりだよ。あと2時間半はかかるな。そんなに？なんて広いんだ。お母さん、アメリカって本当に大きな国です。こうして目指すホープタウンに着いたのはもう夕方近くでした。ホープタウンって希望の街って意味だそうだけど、シカゴみたいな大都会と違って静かないい街です。ここならお母さんもきっと気に入るでしょう。もっとご機嫌なのは新しい僕らの家です。とにかく広いんです。東京の家なんか比べ物にならないくらい。立って庭でキャッチボールができるんだもの。お母さん、早く残りの用事済ましてこっちへ来て。何も今日行かなくても4、5日のんびり休んでからだって。そうはいかん。お父さんだって早く新しい勤め先に出なきゃならんし、校長先生に挨拶して入学の手続きをしなければな。あれかな。ミスター坂本、ウェルカム、当院日本からようこそ。はじめまして。昨日こちらに着きまして、これがお世話になる息子の俊平です。さあご挨拶して。よろしくよろしく俊平君。あ、この人が俊平君のクラスの担任、ジェーン先生。はい、俊平、仲良くやろうね。それじゃジェーン。もちろんですわ。すぐ教室でみんなと勉強ね。俊平坂本は遠い日本から来たのよ。みんな早く仲良しになろうね。はーい、よろしく。俊平、自己紹介、みんな待ってるよ。あの僕はトイレに行きたい。しまった。俊平、こっちこっち。あ、違う。ゴー！イエーイ！ヘイ！トイレパワー！ヘイ！やめなさいよ、あんたたち。ヘッド、チャーリー、ジムにビルマでも。ちっ、うるさい女の登場だ。行くぜ。卑怯者、テッドの好きなチャップリンが泣くわよ。関係ねえだろ。私、ベティ、よろしく。どうも。ねえ、気にすることないわ。私も初めての場所では真っ先にトイレの場所を確認するの。ま、早く慣れることね。トイレボーイね、印象強くてよかったんじゃないか。お父さんも兄さんもそんなに笑うなんてひどいや。まあくよくよするな俊平。与一はどうだったんだ。うまく付き合っていくさ。みんな日本に興味を持っているようだし、勉強の方も軽いね。ここでも一番になるから安心してよ。さすが与一だ。お前も兄さんを少し見習え。大丈夫さ、僕の弟なら立派にやるさ。学校行く気分じゃないな。ヘイ、グッドモーニング、ジャパニーズトイボーイ。ヘイ、トイレボーイ、どうした、忘れ物か。お母さん、今日は学校はサボり。その代わり、お母さんが一度ぜひ見たいって言ってたところ見に行ってくるよ。ほら、あのミシシッピって大きな川。わあ、すごいや。これがお母さんも見たがってたミシシッピ川なんだね。
いところだけど、本当は早く日本へ帰りたいんだよ。さようなら。な、言ってることがめちゃくちゃだ。母さん。おい、坊や。君は日本人だね。坂本俊平って言います。わしはジョー、ジョージーさんと呼んでくれればいい。わしの小屋へ行ってコーヒーでも飲まないか。いただきます。ところで俊平はどうしてこの町へ来たんだ。父の転勤で兄と三人で、母は後から来るんですけど、この町にもまだ慣れなくて、アメリカの学校って僕には合わないみたい。それで今日はずる休みして川へ来た。川に話しとったじゃないか。不思議だね、ジョージーさん。川を見て、川の音を聞いて、川と話したら嫌な気分なんか消えちゃったんだ。ああ、俊平、昔からな、ミシシッピは親父の川と呼ばれている。いつでもどんな時でもみんなの心のふるさとだったからじゃ。苦しい時、耐え難いことに出会った時には誰もがここへ来て元気を取り戻していった。俊平もまた辛いことがあったらいつでも来るがいい。ミシシッピは必ず温かく迎えてくれることじゃろうよ。ただいま。こんな遅くまでどこにいたんだ。ちょっと友達のところ。今日は学校へは行かなかったな。ジェーン先生が心配して電話をくださったぞ。お前、登校の途中から引き返してどこかへ行ってしまったそうじゃないか。テッドのやつ言いつけたな。二度と許さんぞ。いいな。はい。生意気だぞ。インディアのハーフ。金持ちだからって何言っても許されると思うよ。どうしたの。気にしないで、毎度のことよ。ファッ。そうそう、何言っても聞かないよ、あの二人。チャーリー、何やってるの。宇宙飛行士になる訓練。息を止めてるの。宇宙遊泳の練習なんだってさ。ヒューストンのジョンソン宇宙基地にすごく憧れてるんだよね、チャーリー。あれはビルの夢。夢？そう、ジャズ王サッチモに憧れてるの。ジャズプレイヤーになりたいってね。ついでに言うと、ジムはボクサー志望。え？目指せ第二のロッキーってわけ。うわっ、あ、うわっ、あれじゃ相当痩せなきゃ。本当よね。でも一番の傑作はテッドの夢。テッドの夢？チャップリンみたいな喜劇役者を目指してるんだ。これが結構上手くてみんなを笑わせてくれるんだ。お母さん、やっぱり僕はこっちの学校には馴染めそうもありません。はい、じゃあこの問題をまた喧嘩した二人に。まずボブ。はーい。はぁ、おテッドが時計を盗んだ。こいつは泥棒なんだ。お母さん、ボブが戻って時計がないのに気がついてから教室は大騒ぎになってしまいました。バイ。僕は犯人を知っていた。なのにそれを言わなかった。僕は
今日は川と何を話してきた？川にしか言えないこと。そうか。ジョージーさん、こんにちは。ジョージーさん、入るよ。おお。おお、トイレボーイ。ここで俊平に会うなんてびっくりだ。はあ、俊平はこの子たちの仲間だったのか。仲間ってほどのもんじゃないけど。テッドたちは何をやってるの？イカダを作ってるんじゃ。イカダ？ミシッピー川を下るんだ。トム・ソーヤやハックルベリー・フィンのようにな。できっこないよ、そんなこと。おお、どうして？だって、100年や200年も前ならともかく、そんなことするなんて考えられないよ。はあ、考えられんか、俊平は。それに、お父さんやお母さんや先生にも怒られるに決まってんだから。周りに心配をかけることはいけないが、夢を実現させる第一歩はまず行動を起こすことだ。あのからは未知の世界へ行くことが夢の始まりだと思っている。どうだ、俊平も一緒に行ってみたら。新しい世界が広がるぞ。わしがお父さんに話してやろうか。いいよ。いいか、インディアンはな、このアメリカ大陸を母なる大地として大切に暮らしてきた。親父の川という名前も実はインディアンがつけたものなんじゃ。親父は優しいだけでなく、時には機嫌が悪い時もある。激しく怒る時もある。ミシシッピーこそまさにそれなんじゃ。お前たちも親父のミシシッピーを相手にするからにはそれなりの気構えがいるぞ。早くこのイカダでミシシッピーへ乗り出してみたいな。さあ、休憩時間は終わりだ。仕事仕事。あれ？サンキュー。グッドモーニング、トイレボーイ。ママに朝飯作ってもらえなかったのか？みんな、未来の喜劇俳優テッドが日本人の真似をします。こんにちは。ごきげんよう。あんなテッドみたいなやつがいる格好なんかもう真っ平だ。俊平はテッドが嫌いか？あ、大嫌いだ。あんないじめ、このインディアンなんか。俊平、お前は少々意地っ張りで臆病でおっちょこちょいだが、本当はとてもいいやつだ。だから言っておく、絶対に間違ってはいけない。インディアンだって黒人だって白人だって変わりはないんだ。私も昔は間違った考えを持っていた。アメリカと日本が戦争をしていた頃だ。日本人は誰も野蛮で、人を殺しても何とも感じない卑しい人間だと思っていた。私は兵士として必死に戦った。敵だった日本人を殺したこともある。そして南太平洋の島で捕虜になった。しかしすぐアメリカ軍の猛反撃が始まった。日本軍は退却を始めた。私たちは当然殺されると思った。日本軍は退却の時には捕虜を皆殺しにしていくと聞いていたからだ。だが深夜、ある日本人兵士がそっと逃がしてくれた。さあ早く逃げろ。ゴーゴーゴー。私はショックだった。あれほど野蛮人と憎んでいた日本人がアメリカ人の私たちを助けた。その人は綺麗な目をしていた。人種や肌の色で人を軽蔑したり判断するのは間違いだ。人間が人間として信じ合えば戦争はなくなる。でもジョージーさん、テッドは泥棒なんだよ。俊平、お前はテッドの盗みを知っていたのか？
そうか、それなら話そう。3日前だったか。テッド、ちょっとおいで。お、なに、ジョージーさん。どうしたんだ、この時計。安いものとも見えぬが。へへ、イカダ下りの記念に、あの生意気なボブの野郎からかっぱらってやったのさ。お前はインディアンの誇りを忘れたのか。ごめん、ごめんなさい、ジョージーさん。インディアンは自分の信じた道を貫くことを誇りとするものだ。人から盗んだり騙したりは決してしない。友情を重んじ、大地を友とし、自然や宇宙と調和していくことこそ最高の生き方だと信じているからだ。盗んだボブの時計は川下りの途中でいざという時にお金に変えようと思ったらしい。ああ、盗みは盗みだ。謝って返してこいと私は言った。テッドは本当は勇気のある子だ。分かったと言ってボブの家へ返しに行った。テッドが謝るとボブの父親は、君は勇気のある良い子だ、よく自分で返しに来たと褒めてくれたそうだ。テッドがいくら腕時計を返したって、やっぱり泥棒は泥棒だよね、お母さん。それ、ジョージーさん、いろいろと手伝ってくれてありがとう。なに、わしの手伝いなど。それにしてもわしのプレゼントの浸水台決まっとるな。うん、明日はいよいよ大ミシシッピーへこぎ出して冒険旅行に出発だ。早く朝にならないかな。俺もう胸がドキドキしちゃってさ。ジムが？俺より体でかいのに。お前一緒に行かないか、川下り。え、うん、行くわけないだろう。あ、日の出と同時に出発だからな。うん、ただいま。こんな遅くまでどこへ行ってた。いや、あの、学校帰りにちょっと。嘘をつくな。今日校長先生から電話があった。これ以上無断欠席が続くと上の学年に上がれないと言われたぞ。こんな恥ずかしい思いをしたのは初めてだ。まったく陽一とは大違いだ。おい俊平、一緒に行かないか、川下り。日の出と同時に出発だからな。あ、日の出だ。あいつやっぱり来なかったか。よし、冒険旅行へ出発だ。みんな乗ったか。それ。うわあ。うわあ。いやあ。お。俊平。俊平、日の出はまだ終わっとらんぞ。それ行け。出発。ああ。俊平、これに捕まれ。俊平、もう少しだ。ほら。それ。安心して行ってこい。ああ、よし、出航だ。行ってきます。気をつけてな。
さ。やっぱり来てよかったよ。ミシシッピは本当に広くて大きくて風がとても気持ちいいんだよ、お母さん。時々川の小島に上陸しては釣りをしたり水遊びをしたり、疲れたら昼寝をするんだ。とにかくとても自由なんだよ。ガミガミ怒る人もいないし、すべて天国なんだ。テッドとはまだ口を利きになれないけど、こんなに面白くて楽しくてたまらなかったのはアメリカに来て初めてだよ。だけどジョージーさんが親父の川と呼んでいたミシシッピは優しくて楽しいだけの川ではなかったんだ。あ、雨だ。どうする？怖いよ。大丈夫かな。みんな、帆を下ろしてくれ。オッケー。みんな、落ち着いて聞いてくれ。いいか、イカダをコントロールするんだ。流木や岩礁が近づいたら、舵棒で押して避けるんだ。すぐに流れは速くなるぞ。うわぁ。くっ。うわぁ。参ったな。3日目からもうこれだ。腹減ったな。誰か缶詰の袋持ってきてないか。チッ、仕方ないな。よし、取ってきてやる。お前こんな時にまでペットを離さないのかよ。命と同じくらい大切なんだ。おーい、大変だ、イカダが流される。みんな来てくれ。みんな、イカダの丸太だけでも元通りにつなげておかないと全部流されちまうぞ。これで帰れない。頑張ればなんとかなるさ。それ。危ないよ、テッド。お母さん、この時僕にはテッドがとても大きく見えました。教室で時計を盗んだ姿がかき消されていくような気がしました。よし、俺も行く。3人は丸太の引き上げを頼む。サンキュー、暑いのが何より。どうしたビル、その手。ああ、平気平気、さっきちょっとね。ペットを拭く大切な手じゃないか。サンキュー、サンキュー、シュンペイ。情けないな、こんな時に熱が出るなんて。気にするなよ、イカダはテッドに任せれば安心さ。それより役立たずは僕もだ。右に寄るんだ。デッド！
舵を取るんだ。ああ、順平。できる、大丈夫だ。俊平、ファイト。そうだ、逃げちゃいけない。僕はやるんだ。どうだ、ミシシッピーの親父に食らった嵐の怖さは。お前たちみんなが心を合わせたから親父は助けてくれたんだぞ。もし一人でも自分だけ助かればなどと考えたら、親父はみんなを川の中に叩き込んだに違いない。ミシシッピーの川はいつもそうだ。今までもそうだった。心の美しい人を知っている清らかな川なのだ。みんなが本当に信じ合えば戦争だってなくすことができるんだ。うん、行ってきます。お先に。お母さん、ジョージーさんはミシッピー川と暮らしながら自分の心を美しく磨こうとしてたんだね。だから僕はミシッピー川を平和の清き川と名付けました。ジョージーさんに行ったらどんな顔するかな。とっても楽しみです。推進。これからも新しい冒険にいろいろ挑戦します。だってたった一回の冒険でたくさんのことに出会えたんだ。思い出すだけでもワクワクして毎日が楽しくて仕方ありません。それに新しい友達もいっぱいできました。だからお母さん、心配しないでしっかり残りの仕事をしてきてね。僕はとっても元気ですから。